デレク・パクストンってまだスタードックにいるの？うん、まだいるよ。あの人今副社長。今回ソーサーキングオープニングだけしっかりしてんのよ。オープニング以外ダメだっていうつもりはないんだけど。いきなり6頭身なんだよ。まあ、スチームでゲーム売り出してからですね、たくさんたくさんゲームが売れたようで、思ったより金が入ったみたいでですね、この辺のムービーシーン割とガッツリと作るようになりました。まあ、ギャラクティックシビライゼーション2のですね、トライアイトオブアーナーのオープニングムービーとか見た後でこれ見るとですね、違うメーカーだろうって言いたくなるぐらいちゃんと作ってます。ムービーだけね。で、先ほどのオープニングの動画をまとめますと、光の側はですね、あのクリスタル、エレメンタルシャードを守ってるんですが、このソーサラーキングって悪い人がですね、このエレメンタルシャードを全部破壊して、世界を征服しようって形で企んでます。なので、プレイヤー側はですね、このソーサラーキングのですね、全世界征服、を阻むべく、立ち上がった、光の側の軍勢という形になります。てかこの辺が本当になんていうか、あれですわ。セルハの方はもう開発終了なんでしょうか。そう、ロードオブザリングっぽい。そうそう、ロードオブザリングっぽいやつですね。ロードオブザリングをストラテジーにしたって形ですね。エレメンタルフォーレンチャンスレジェンダリーヒーズのローズの開発は一応バージョン 2.0 までやるって言ってる。で、バージョン 2.0 で、また大きく、ゲームの、新しいフィーチャーを入れるって話してる。まあ、例えばそう、敵のネグラに、敵っていうかモンスターの、領土圏ができて、その周りで街が作れないようになるっていう風な、街が作れないようになるらしい。ぶっちゃけ今のバージョンだとですね、モンスターネグラの横に街作ってですね、で自分の文化圏で無理やりモンスターを押し合って、でモンスターを守ってる、ウマウマのレベルの高い宝箱を取るっていうのは戦略が普通に取れるので、あれ本当クソだと思うんで、早くバージョン 2.0 にしてほしいし、まあ、ソーサラーキングとはですね、ギャラクティックシビライゼーション3とか作ってる場合じゃないと思うんですけどね。まあそれは置いといて、という形でですね、エロードザリングっぽくでですね、こちら光の群生と闇の群生が戦うという、ストラテジーになってます。で、ストラテジーになってるんですけど、特徴が、ロールプレイングゲームなんよね。もう、このソーサラーキングっていうのが AI が操作してる一応悪いやつ。で、この AI が操作してるこのソーサラーキング、ただこの AI 対人間戦いなんよ。AI が、プレイする、この辺の、悪の軍勢と、人間がプレイする、光の軍勢が戦うっていうゲームになってるんだよね。で、この、なんだったっけ、AI ディレクターみたいな形で AI ストーリー、そうそう AI ウォー、そうやねん、そうやねん、 AI ウォーやねん、このゲーム簡単に言うと。で、 AI ウォーが、リアルタイムストラテジーの、メソッドを使ってロールプレイングゲームやるっていうゲームだったんだけど、詳しくはオートマトンちゃんって僕がレビュー書いたんで、そちらを参照してください。で、ソーサラーキングは 4X ターンベース 4X ファンタジーのファンタジーのターンベース 4X ストラテジーの手法を使ってロールプレイングゲームをやるというものになってます。ので、AI ウォーの場合だったら、SF のリアルタイムストラテジーって形で、まあ、これまで出てるロールプレイングゲームとあんまり関係ないんですけど、関係ないから目新しさがあったんですけど、ソーサラーキングの場合だったら、もともとその、ロールプレイングゲームってファンタジーすげえ多いじゃん。そのファンタジーすごく多いジャンルで、さらにシミュレーション RPG なんていうと、ファイアーエンブレムはじめいくらでもあるのにさ、その同じ土俵を踏んでるってことで、もうこれやり飽きたよみんなっていうような話が出てるんですね。まあ概要だけ聞いたらそれっぽく聞こえるかもしれないんだけど、一応 AI ディレクターみたいな形で、AI ストーリーテイラーみたいな形でですね、AI 脚本家がいてですね、ちょうどいい塩梅で設定してくれるらしい話によると。そう聞いたんだけど、とてもゲーム中そうとは思えない。まあ、どこバージョン4なんで、ベータ4なんで、ここの表示でもっとマシになります。さあ、まず主人公を選びましょう。ウィザード、リムワールド、そうそう、リムワールドとかと一緒やね。らしいんやけど、今のところそれが見えへんでんな。うん、ゲーム中に、適当に難易度をいじって、プレイヤーの歴史に合わせて難易度を変えるって話があるんやけど、それがなくて、
AI ウォーの場合だったら逆に、その AI の動きがもともとルーチンワークになってるから、そこをついて圧倒的不利な、状況から打開していくっていう、そのロールプレイングゲームのやり込み要素を含めたっていうのが AI ウォーの特徴だったんだけど、このゲームが今どっちに行ってんのか分かんない。そのレフト・フォー・デッドなりですね、リムワールドみたいな形でリアルタイムで、ゲーム中の最中に難易度を調整していくのか、一応イベントの挿入がその辺を考えて動いてるらしいんだけどね。それか AI ウォーみたいにもともとアホみたいに強い、AI 軍から少しずつ領土を奪い取っていくって形で AI のロジックを、ついていく。 AI ウォーの場合だったら AI プログレスなりで、ハッキングポイントって形で AI の、どんだけうまくあしらえているかっていうポイントが表示されるかいいんですけど、まあ、それにどっちかって AI ウォーに近いかな。うん、まあ AI ウォーのシステムにも近いし、レフト・フォー・デッドなりの、AI ディレクターの要素も、若干ある。さあ最初にキャラクターを選択じゃ、ウィザード、タイラント、ガーディアン、プリーストコマンダー、ティンカーで、今のところバージョン4なんですけど、バージョン5になるともうちょっとマシになるらしいです。でそれぞれ、スペルブック、どんな呪文を覚えていくかっていうが設定が違ったり、それぞれ特殊能力アビリティがあったりですね。タイラントだったら生産力2倍なり、ティンカーだったら何だったっけ、ターン1アイテムトゥントゥアナザーアイテムオブエトイキプラリ、リアリティ、何だろう、わからん。主人公が違ったりします。まあ、もちろんカスタムメイキングもできますけど、誰にしよう。じゃあオープニングに出てきた、この、ヒーローがいる、ちょっといきなり8頭身の、石像が6頭身になったっていうちょっとかわいそうな演出のこの人がいる、ウィザードを使いましょうかね。で次、ここからがポイント、このゲームはロールプレイングゲームです。単純に言うとシミュレーション RPG を、のメソッドを使ったロールプレイングゲームなんですが、ここでようやくですねこのゲームの魅力が、出てきます。セレクトマップを使えばある程度、プリセットされた、マップがあるんですけど、ランダムを選ぶと、マップが自動生成されますということで、毎ゲーム毎ゲームですね、全く違うマップの、RPG を楽しめるというふうな作りになってます。まあ、今だったらリプレイアビリティっていう風な話でよく言われるんですけど、まあ、マップが自動生成される、ロールプレイングゲームっていう風にお考えいただければ結構でしょう。まあ、全体の流れとしてはソーサラーキングをぶちのめすっていう話なんで、ソーサラーキングぶちのめすんですけど、ソーサラーキングにぶち壊されそうな、エレメンタルシャードを少しずつ守っていきながら国を大きくしていくっていう展開は全く変わりません。それぞれマップサイズ をできるだけ大きくできます。タイニーでいけば 2,3 時間で終わるゲームになりますし、ヒュージでいくと20時間ぐらい余裕でかかるってでかいマップになります。で、AIO が、まあ、どんなゲームプレイをしてもですね、大抵のところ、まあ、7時間から14時間くらいはかかるっていうんですけど、そこから比べたら随分と、お手頃な時間帯で、一本丸々ゲームが楽しめるっていう風な作りになってるのは大きいかなと思います。あと、まあ、難易度もあったりするよ。こっちかな。試しにジェネレーションマップの、威力を見てみましょう。あ、先に一応説明読んどく。アーリーアクセスですよって話で、ソーサラーキングは、この世界を滅ぼそうとしています。で、エレメンタルシャードをぶち壊すことによって世界を滅ぼそうとしています。エレメンタルシャードがぶち壊されると、ドームステイカウンター、終末カウンターが少しずつ増えていきます。で、まずは、モンスターを倒しましょう。パイオニアを作って街を新しく作りましょう。そして、ソーサラーキング、なんだったっけ、ファインドソーサラーキング2、思い出した。二つの鍵か。また、ちゃうわ。サヤキ、デフィートビッグバンド、イン、ヒズ、スパイキー、ダークイビル、ドゥーム、フォートレス、悪魔の、地獄のフォートレス、闇の悪魔の地獄のフォートレス、スピーキーエーバーと、まあ、とにかくでかいやつを倒せって書いた字で書いてんだろう。僕の英語能力はこれぐらいです。はい、これが、ソーサラーキングの、ビジュアルになってます。ビジュアル単体で見ると、
エレメンタル、ホーレンチャンス、レジェンダリーヒーローズより、はるかに進化します。相変わらず影の付け方が、まあ、現代のゲームとは思えないくらいクソなんですけど、これね、この影のテクスチャーが異常に荒いんよ、相変わらず。なんで、エンジンそのものは、金冠2ですね。エレメンタル、フォーレンチャンス、レジェンダリーヒーローズで使ったやつと一緒なんですけど、それの若干改良した形になってます。まあ、より、絵本っぽくですね、絵本っぽい、カラーリングになってますね。これがあれですね、オープニングにいた八頭身に急になっちゃった人ですね。なんていうか、ちゃんと注文してからオープニングムービー作った方が良かったんじゃないかなって思いますね、こう見ると。で、メソッドは、このゲームはメソッドは 4X ストラテジーで、やってることはロールプレイングゲームです。で、まあ、ここからいきなりロールペンゲームやるんですけど、まあ、立地が悪いわけじゃないんですけどね、立地が悪いわけじゃないんですけど、まあ、ランダムマップっていうのを強調すべくですね、もう一度マップをリロードします。いや、立地が悪いわけではないんですけどね、立地が悪いわけではないんですけど、マップをリロードします。勘違いしないでよね。これでいいか。で、またランダムマップですると、また先ほどと違うマップが出てきます。この間具合でね、パチパチパチ。で、これはそのあらかじめプリセットされてるマップの、違う場所から出てくるってわけじゃなくて、もこういう、マップをいちいち、ランダムで生成してんのよ。じゃあいきなり雪からスタートですけど、いや、割とビジュアルはよくできてると思うよ。このビジュアルで今すぐエレメンタル、ホーレンチャンとしてレジェンダリーヒーローズ作り直せって言いたいんですけど、このビジュアルになって多分エレメンタル、ホーレンチャンとレジェンダリーヒーローズはあと 1.25 倍くらい売り上げが増えると思う。25% 増ですね、まあ、確実に見込める。ビジュアルは本当に良くなってるんだけどな、ユーザーインターフェースが問題ないよね。見てください、この数字。ちっこすぎて読めるわけねえじゃん、こんな。こんなにスペースあんのにさ、なんでここにしかないのって話で、なんていうか、もうエンドレススペースとかエンドレスジェントとかさ、そういろいろ、ライバル出てきてんのに、未だにこんなクソ UI でやらされてるってか、ほんと信じられなくて、UI がゴミすぎる。例えば、キャラクター開いたときに、これで左クリックを押せば、ここから出られるっていうのがエンドレススペースだったんだけど、エンドレススペースとかエンドレスレジェンドと違って、ここ左クリックを押しても、この画面から抜けられないのよ。わざわざこのちっこいね、このクローズを探さなくちゃいけない。それはエスケープキーを押したら消えるって形で書いてるけど、マウスで全部操作できるし、左クリックとか余ってんだろ、おめえって話でさ。まあ、その辺のユーザーインターフェースが相変わらずクソすぎて、あんまりやる気がしなかったんですよ。ゲーム文字小さくて読めないんだよね。ほんまそれ。で、あいつらそれで売れてるから調子乗ってんねんな、ほんまに。その辺やっぱアンプリチュードスタジオは違うわ。やっぱフランスが作ってるから、フランスで作ってるからってあるかもしれないんだけど、アンプリチュードスタジオ、やっぱその新興メーカーだけあって、あ、次役なんでちょっと待ってくださいね。次役なんで少しお待ちくださいな。あれ、ワクトリ動いてるんかな。あ、動いてる。ちょっと待ってね。よし、次は切った。次はです。続き。アンプリチュードスタジオは言ったら、こういう、その、
言ったらパラドックスインタラクティブとかそのスタードックエンターテインメントのこのダメな部分を見てちゃんとどこが悪いんかって分析して作ってるからいいユーザーインターフェースできてるんだけど、こいつらは本当ねゲームシステムを正しく説明できたユーザーインターフェース本当ゴミだと思うよまあもうこれ以上話すともう本当にこのゲームのユーザーインターフェースのどこがダメかっていう話だけで1時間ほど費やしてしまうからもうやめとこう。ゲームそのまま面白いんじゃよ。4X ストラテジーの要素を使った、ファンタジーのロールプレイゲームになっております。で、簡単に言うと敵倒せばいいです。で、それと並行して街でどんどん、街を大きくしていきましょうって話があります。時代で言うと、エレメンタルフォーレンエンチャントス、レジェンダーなとこ聞きたいな。いや、あのね、例えばね、この、フード、4って書けばいいのに、この、わざわざ4つ書いてるところ、これがどん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 増えていったら、今具体的に何歩量があるのかってわかんないんでね。で、マスク、ロールオーバーした時に、この文字の小さなの見てください。これ、この1900、これ1200×、うん、そう、AI がクソでも売れるから調子乗ってんねん、こいつら。で、これ、1920×1080 のフルハイデフの状況で、フルハイフの状況でもこの文字の大きさです。ので、今だったらまだマシなんだけど、これもしゲームを 1920×1080 で起動して、そして皆様の、皆様の方に、お伝えすると、640×480 の段階まで縮小すると全く読めなくなります。この辺がクソ。もう嫌や、語りたくない。まあ、ちょっとやっていこう。最悪ですね。うん、まあ、ほんまな。ほんまそこなんとかしてほしい。スタードックエンターテインメント、多分あいつらが UI で人雇うたら、そのスタードックコーポレーションの方に回すと思うねんな。その、今のところその、Windows 10が出たから、スタート10作るって形でさ、Windows 7の、スタートボタンと同じような機能もするスタート10、スタート10ってやつを作ってるんだけど、そういう形でデスクトップのユーザーインターフェース、Windows のクソユーザーインターフェースを改善す、Windows 8以降のクソユーザーインターフェースを改善すべく、Windows の、アプリ、ユーザーインターフェース改善ソフトを作ってるんだけど、そっちの方にみんな引き寄せられて、ユーザーインターフェースまともに考えられる人間いないんよ。で、データの設計方式もそう。全部のデータが XML になってる。まあ、XML でなってるのはいいと思うし、こっちも管理しやすいがいいんだけど、この XML で書いてる、このキャラクターの紹介文とか全部 XML でデータと同じファイルにまとめてるのよね。例えばこれで言うと、このインシティブ17とか、ベースとかあって、その下に説明文があるんだけど、この説明文もデータと同じ XML に、収めてんだよ。じゃあどういうことが起きるかっていうと、バージョンアップで数字いじられるごとに、この点のテキストを全部ローカライズし直さなくちゃいけないのよね。フレーバーテキストとか、テキストだけ別のファイルしてくれたら、そんな手間必要ないのに、あいつらだからもう、もともと追いつくるプロ集団の会社なのか？なのになんで？Windows のユーザーインターフェースを改善するソフトを作ってる方が儲かるからです。このクソめんどくさいデータ方式のおかげで、まあ、エレメンタル、フォーレンチャス、レジェンダーヒーローズもすげえ面白いテキストたくさんのに、もう翻訳諦めました。もう付き合ってられん。で、ギャラクティックシビライゼーション3になって、ようやく、フレーバーテキストとなりテキストとデータを分けるようになってみました。なんで、ギャラクティックシビライゼーション3はやっと翻訳できるようになりました。逆に言うと、ギャラクティックシミュレーション2とか翻訳してる人、本場とすげえと思うよ。よく頑張ってる、あの人たち。毎回データがアップデートされるたびに全部翻訳データ書き換えてると、XML 全部前の差分調べて、で、前の差分と一緒のとこ全部書き換えてるってことでしょ。キークルーはそんなことやっとったら。今時さ、そのデータとフレーバーテキストが一緒のファイルに収まってるって設計してるって言うと、スタードックエンターテイメントしかなくて、その辺の、クソみたいなデータの設計しておきながら、すごくうちのゲームはモダブルなんですよってなんか言ってて、死ねって思った。マジでゴミ作って偉そうな顔すんなって思った、本当に。
まあそれはいいや、ゲーム面白いから。ゲーム面白いんだよ本当に。ゲーム面白いっていう風に念じれば面白くなるんだよ。わらわら会社の伝統ってなかなか変わらんからね。そう、まあギャラクティックシビライゼーション3はようやくね、データのフレーバーテキストなり動向と、データを分けてくれたので、まあようやく翻訳できますよ。まあ今のところベータ4でまだフレーバーテキストに何なり入ってませんけど、まあ本当一応発売がギャラクティックシビライゼーション35月発売なんだけど、それまでにフレーバーテキストちゃんと入んのかな。うん、あれフレーバーテキストないとちょっと寂しいよさすがに。まあ、置いといて、実はどこ言うと、メソッドはエレメンタル、ホーレンチャントとして、ジェンダリーヒールズと一緒です。ただし、AI ライバル国家がいません。エレメンタル、ホーレンチャントとして、ジェンダリーヒールズは、ライバルの、主人公ですね。この荒れ果てた世界を俺が直してやるぜっていう風に思いついた人間がたまたま運悪く10人ぐらいいててさ、でそいつらがみんな同じ時期に国作って、で、みんな同じ時期にですね、俺が一番になるっていう風に言い出したっていう、とんでもない状況が、エレメンタル、ホーレンチャントとジェンダリーヒールズでした。で、ソーサーキングはそこから100年、110年か120年前の話です。そうですね、エレメンタルユニバースでいうところの、じゃエレメンタルユニバースでいうところの、まだ、世界崩壊、世界崩壊が起こってない前の話です。で、この頃は、マナに溢れてですね、まだ魔法文明が、発達した時期でございました。ので、この時期では、テックツリーはありません。もう全部、テクノロジーで開発され尽くしてます。で、あと問題なのはそのテクノロジーを開発した状態なんで、あとはその対応するユニットを作る施設がないってだけです。で、すでに、世界は、ソーサラーキングによって支配されてます。で、あとソーサラーキングがですね、いろいろ雑務をやりながらですね、たまに暇になった時にですね、ドゥームズデイカウンターを、ちょっとずつ上げてって、これが満タンになったら、ゲーム終了です。で、満タンになる条件としては、主に、このエレメンタルシャードをぶち壊されることによって満タンになっちゃいます。ので、このエレメンタルシャードをぶち壊されないように守りましょう。なので、主人公はこの広い、ソーサラーキングに支配された世界で、まだ、ソーサラーキングが特に興味なかったから滅ぼしなかった国から始まります。で、そんな小国がですね、この全世界にある、シャードを探していって、そいつらを保護していきながら、少しずつ兵隊を強くしていって、そして残った同じく、ソーサラーキングに見向きもされなかった弱小国家の方々と力を合わせて手を組んで、最終的にソーサラーキングの城に乗り込んでソーサラーキングをぶちのめすっていうまでの、ストーリーになってます。で、ソーサーキングは AI が、操作する敵になってます。のでもうライバルは、まあ、普通にファンタジーの、シミュレーションロールプレイングやればいいです。シミュレーションロールプレイングをやっていきながら街の育てるって要素があるっていう風な、形で考えればいいでしょう。さあ宝箱集めるんじゃよ。で、街では、とりあえず、悪くはないよ。うん、ユーザーインターフェースはクソなだけで。とりあえずソルジャー作っといて、で、次に、次に魔法の勉強だ。魔法の勉強何勉強しよっかな。コングラブやるや。どうしよう。ガンディアウィントも欲しいけど、まあ、コングラベ、ガーディアンウィントが先に。弓は怖いし。で、魔法の勉強を始めると、このマネージマジックっていうのがありまして、簡単に言うと、魔法力どこに割り振るかですね。王様のスキルに割り振るか、マナを貯蓄する方に割り振るか、あ、間違った、王様の、魔法の勉強に割り振るか、マナの貯蓄に割り振るか、王様のスキルに割り振るかという、形になってます。多分ちゃうわ、間違った。これローン、あ、こっちが学習か。これが魔法の、これマスターオブマジックそのまんまかも。うん、それで、あの細かくですね、1単位で、コマコマと分けれるんですけど、ここいじった瞬間実績解除されると本当に舐めてんのかと思うんですけどね。で、別にさ、こんなに細かくいじらねえよっていうふうにそういうところ思うんですけどね。逆にこれ、なんていうか、スマートポイントがないから、この
全部同じように合わせたいっていうのに微妙に合わせられないっていう状況があって、それがすごく腹立つのよね。なんかわろた、わらわら。これが、王様のスキルですね。王様のスキルもマナポイントから、成長ポイント割り振って、徐々に成長していく形になります。マジでウケた、わらわら。間違った。魔法の学習、こっちだった。魔法の学習はあと10ターンで終わるんだけど、魔法の学習にガンフリしたら、あっという間に終わります。で同様に、王様のスキルを上げたいんだったら、王様のスキルガッツリ割り振ればいいです。その代わりマナポイントもマジックポイントも、魔法の学習もすみません。で、魔法力の上げ方は、こちら、シェードをビルドして、こういう形で立派な施設にすると、ここから魔法力を吸い上げます。すると魔法ポイントががっつり溜まります。で、まずこいつを全部マナにつぎ込む。なんでか、理由は口述。で、なんで、城をたくさん作らないといけないかっていうと、城を建てると、人口が増えて、人口が増えると、ロジスティックですね、兵隊が上がります。で、このユニットの制限っていうのがこの兵隊によって限られてまして、マップ中のこのパネルを取ると、兵隊を消費する。まあ同様にエレメンタルシャードも建てると兵隊が減ります。で、ユニットは製造するとロジスティックを使うんですね。なんでこのロジスティックは兵隊の量になるんですさ。どんだけパネル取れるか、どんだけ兵隊を雇えるかっていうのが、城の数によって決まるっていうふうに考えればいいでしょう。だから、たくさん兵隊を作っていきたいなら、ガンガン、城を育てましょうって話。じゃあ戦闘しちゃう？あ、戦闘入るときちょっとかっこよくなったよ。さっきみたいな形で、雲が晴れてですね、戦闘マップが見れるようになってる。で、あれ、なんだったっけ？まあ、この戦闘マップは基本的には、エンドルスレジェンドみたいな形でプロシージャーに生成されるものではなくてですね、あらかじめ決まったマップしかないので、そのうち飽きると思います。エンドレスレジェンドの良かったところっていうと、この画面はあんまり変わってないので、まああんまり変わってないけど、マシにはなってるかな。この辺のターンが見えるようになったってぐらいかな、 C で言うと。で、以前だったらこの、ヒーローユニットがそのまま、王様だったケースなんですけど、実は、王様はこういう形で、コールゾーブリンって形ですね。王様っていう形でテレパシーで呼び出して、王様がおーなんじゃーって魔法を使ってくれって言ったら魔法を使ってくれになります。これは犬でも、魔法を使えます。誰でも魔法を使えるシステムになってるんですね。どっちからめんどくさいかな。あった、世界観でこういうゲームやりたい。ああ、それええな。で、戦闘スキルとかはほとんどもうエレメンタル、ホーレンジャーズ、レジェンダリーヒーローと変わってません。相変わらずこういう風に敵を囲めばダメージが伸びるって作りになってます。あ、マジ！味方が弱すぎた。さすが難易度ノーマルですよ。難易度イージーやったらいきなり死にはしませんですけんね。で、ユニット作るんが、拡張でよかったんじゃない？というか、
これ作らずにこのビジュアルをエレメンタルホーレーエンチャンスレジェンダリーヒーローズに移植してほしかったっていうのが僕の正直な感想。あと早くバージョン 2.0 しろって話。あ、レベル上がったわ。多分ここのユーザーインターフェースそのうち直ると思います。レベルが上がるとヒーローのレベルが上がるといろいろとスキルが追加されます。最初はグレートトレジャーで、トレジャーを取れる量を増やす。さあ61ポイント。ここからね、先ほどなんでいきなり最初にマナをガッツリ貯めたかっていう部分に関して説明しましょう。このゲームお金がありません。代わりに、魔力を使って施設なりユニットを購入できます。ので最初がっつりとですね、魔法力貯めたのは、最初にユニットを買うためですけど、ユニットが1体損失してしまったので、もうどういう顔をしていいのかわかんない。こっからじゃあ元に普通に戻す。魔法の力で物作ってるのか。そうそうそう。まだマナが潤沢にあって魔法の力が十分通用する時代だったんよ、この時代。基本的には最初、とにかくこの兵隊がいっぱいになるまでユニットを作る。最初犬を失ったのが結構痛いんじゃよ。あ、次エレメンタルシャードここにありますか。次こっち行きましょうかね。まあ、ソーサラーキングはエレメンタルシャードをぶち壊してドームズデイカウンターをどんどん貯めようとしてる。に対して光側はエレメンタルシャードを自分のところ領土に入れて、そしてロジスティックを消費して拡大することによってエレメンタルシャードを祭ることによって魔法力を、獲得して、そしてより、強力な魔法なり強力な、ゾーブリンスキルを習得していく形になります。あとマナポイントじゃんじゃん貯めてですね、魔法の力は何でも作れるようになります。このゲームシステム日本人受けしそうだと思ったんだけど。うん、いや、ゲームはいいね。ただ日本人がユーザーインターフェース作ったらもっと良くなったと思うよ。今回結構こんな形、結構マップ広いです。マップの背景綺麗にできてます。もうちょっと近くまでカメラ寄りたいなーっていうのが正直なところあるね。うん、あと影の演出もうちょっと真面目にやれって話とかね。どうしよう、ハウリング、おお、攻撃力アップ、切れそう。いきなり分断された。作った兵隊、えい、よしよし、日本のメーカーにシステムだけ売ったらいいのに。あ、それみんな言うね。うん、あのね、これ面白い話でね、システムは海外が作って、ユーザーインターフェースとかビジュアルは日本人が作ってるってゲームちょっとずつ増えてんだよね。うん。なんだったっけ、なんかフェニックス、プロジェクトフェニックスがなんかそういう名前のメーカーさんも同じな感じで、ゲームシステムは海外で、ビジュアルは日本人が作ってるっていうようなゲームがあったと思う。うん。まあ、あれなんだったっけ、ストライクスーツゼロは、うまいこといきませんでしたが、ストライクスーツゼロに足りなかったのはね、ピッチリスーツの女の子が足りなかったと思うんですよ。
あとラストの電流イライラ棒マジでいらん、あれほんとゴミ。まあそれ置いといて、まあ街を拡大しようにまだどこ今兵隊がいないんで、とにかく兵隊を増やしていかなくちゃいけませんな。じゃあ次の領土が、見えてきたんで、次の領土のための梅雨払いをしていきましょう。あ、チャンピオンレベルが上がった。次何が取れる？フォージンアイス、ゲットサーバー、アイスインフェンスウェポンアンドアーマリー、よくわからん。コールドディフェンス、あ、マイキーアタック、これ多分戦闘スキルかな。じゃあこれでいいや。で、テクノロジーは、特にありません。で、あと、必要なものっていうと、施設です。エイジオブワンダースイと一緒ですね。施設を建てれば、どんどん強いユニットが作れるって形になるんだけど、作ったばっかのユニットはレベルが低いんで、あんまり、強くないです。じゃあどうやって強くするかって、ここでクラフティングで強くします。戦闘終了したら、いろいろと物が落ちてたと思うんですけど、それを拾い集めることによって、クラフトできます。で、このクラフトを、することによって、で、このクラフトしたものを着せて、キャラクターを強くしていくという形になります。じゃあまず、チェインスーツを着てみましょうかね。さあ作った。じゃあ誰に着せる？それはあれですよ、ヒーローユニットはね、死んでも蘇るがいいんですけどね、兵隊は死んでも死んだら復活しますので、兵隊に着せます。これディフェンス6アップ。これでいきなりちょっと強くなった。で、作ったユニットは、シールドと剣はつけないんですけど、ヘルムとアーマーと、靴と、そしてガントレットをつけることができます。あと装飾品が6つもある。で、なんでこんなにたくさんあるかっていうと、これでクラフトでどんどん強くしていくのよ。なんで兵隊ガンガン作ってもクラフトをする物資を敵から得たりです、宝箱から取っていかなくちゃいけないので、成長量そのものは基本的に限られています。ここから面白いんでね、さらにクラフティングで、物を作った後に、リングオブディフェンスも作っちゃおう。最初のうちヒットポイント少ないからね。で、こういう形で装飾品もたくさんつけれます。このゲーム面白そう。そのうち買おう。そのうちね、そのうち。まあ、ユーザーインターフェースが本当に、なんていうか、もうちょっと洗練されたらなっていうふうに思いますけど、で次に、アイテムはこういう形で、エンチャンドメントできます。で、いろいろと素材を合わせると、ライトニングアタックプラス1なり、いろいろと効果を得られます。で、最大2つつけれます。で、ここで特徴なのが、この辺の、イニシアチブ上げるなり物質をいろいろつけてですね、イニシアチブが上がるんよ。まあ、いちいちつけなくてもですね、マウスオーバーすればある程度見えるんですが、もうタクティカルヘルスレジェレーションとか微妙に強いんですけどね。なんで、基本的に安いのを作ってもですね、安いのを作ってでもって、それでも全然高いんですけど、を作ってエンチャントメントにどんどん強化していくっていうのがこのゲームの、ポイントになってきます。特徴なのがこの、書類をつけることによっても、レベルじゃなくて効果を得られます。例えば、モンスターウォントアタックディス、ユニットオンザ、ストラテジックマップなり、この辺は、なんだっけ、ノームーブメント、ペナルティーウェン、クロージングフォレスト、フォレストと、リーバーを歩くときに、制限を受けないとかいう形で、すごく強力な、アビリティを装備することができます。じゃあまず、正直あんまモンスター殴られたくないってあるんだけど、スカウトが言ったらスカウトにつけたいな。スカウト早く作りたいな。じゃあスカウトに後で着せるっていうことで、ストラテジックマップで攻撃されないようにするっていうのと、あとはスワンプとリバーを歩いても移動力減らないってやつの書類をつけましょう。しまった、こっちだ。ただこいつはマナコストが10かかります。エンチャントすると魔法のチェインチェインチェストな、チェインチェイン
魔法の、チェインメール、チェインチェート、チェインシェート、チェインシャルト、うん、わからん。ができました。こういう具合でね、もちろん外すこともできますけどね。これは後でスカウトにつけます。で、主人公はもともと持ってるダブルアクスにも、同じようにつけれます。さあ、何つけようかな。イニシアチブあげよう。イニシアチブクソやしな、あいつ。あ、これええんじゃん。経験値 10% アップ。ミッドナイトストーン。むちゃくちゃええやん、これ。あ、でもポイズンアタックも欲しいしな。まあ、この辺で細かく細かくアレンジしていくわけなんよ。で、もちろんレアリティに高い、アメジストとかダイヤモンドになると、もうちょっと、ライトニングアタックなりがついてくる。直接的には攻撃力ですね。まあ、正直言うとイニシアチブが一番欲しいんだけどな。これもいいな。リジェネレーションも欲しいな。あったら便利だし。この辺の合成素材専用はつけようかな。すごい、炎と氷のダブル、炎と氷のダブルアクス。めちゃ中二病っぽい。あ、ここビジュアルそのうちできると思います。まだベータなんでね。と、まあ、このような形で、クラフティングで、まあ、防具を作って、それにエンチャントメントしていくことによって強化していくって形になります。ので、ユニットバンバン作れても、ユニット使い捨てになっちゃうので、強化できるっていうのは基本的には、その落ちてるリソースの数に大きく限られる形になります。そうすると早速早くこいつを魔法で生産したいんですけど、ちょっと足りないから、グッドグッドガッツポーズ。お、ソーサラーキングアニメついたんや。じゃあゲームがしばらく続くと、ソーサラーキング、悪い魔法使いから、We are your friend っていう形でですね、よくね、悪い魔法使いがですね、まあ、よく悪役がやる手法ですね、怪獣をまず取ろうとします。で、なんか欲しいのあるっていうふうに聞いてくるんですけど、私の助けは必要かねみたいな形でですね、言ってるわけですよ。で、何を選択してればよかったんだったっけ、スクロールが欲しい、ヤドミンストレーターし、ビーゴーンって何だったっけ、これダメだと思う、確か。ウィーコールドユーズさん、ロジスティックヘルプ。いらないってどれだったっけ、ビーゴーンあっち行けかな。で、あれでもちろん答えたら、ソーサラキングが律儀に、こっちにストラテジックなりなんなり、いろいろ物資を提供してくれるんですけど、その分がっつりと、ドームステイカウンター貯まる形になります。13か。やれんこんないな。こっち側でマウス合わせたときに、その対象のキャラクターに対してちゃんと表示してほしいんやけんな。これ相変わらずエレメンタル、フォーレンチャンス、レジェンダーヒーローズって直ってなくて本当に腹立つんですけど。じゃあこっちもハウルや。
はい、次枠です。ちょっとお待ちくださいな。ちょっと枠を移動します。よっしょ。はい、次枠です。どうしよう。あ、これシールドバッシュだったわ。シールドバッシュでどけよう。よし、あっち行け。今回シールドバッシュがね、普通に使えるぐらい今日今飛ぶようになったんよ。ダブルアクス、やった。炎と氷が合わさり最強に見える。あ、そうだね。プレミアムじゃなかったら後で見れないですね。ただね、YouTube の方に動画上げてるから、そっちの方でご覧いただければ大丈夫ですよ。さあ、本音持って、モンスターなりが住んでるところを、こういう風に踏破すると、モンスターの、領土権が消えて、ここに町が建てるようになります。まあ、主にこういう感じですね。こういう、もともとリソースがあるような場所にしか、建てれないんで、そこものを支配してる、モンスターをやっつけることで、街をどんどん得る形になります。レザーグローブが作れるな。じゃあ狼の皮使ってレザーグローブ作って、でそれをソルジャーじゃなくて、狼つけるわけじゃよ。どんな気持ち。でもレベルが上がるまで本当ゴミなんで、ガンガンと装飾品つけた方がいいですね。さあ、じゃあ兵隊は自動でヘルスが回復するにしとこう。でこの辺のまあ、また回ってきてるし、もう嫌い。もう、あ、なんか溜まった。なんか どっかで起きた。何があった。ああ、なるほどね。10ターンずつで、ね、確かソーサラキングが魔法を唱えていくんや。さあ、ゾーブリンレベルが上がりました。とはどっからするかな。あ、エンチャントメントスロットが1個上がるって。さらにオールウェポンゲット1アタック&アーマーゲット1ディフェンス。すげえ強いじゃん。あ、町のレベルが上がりました。フードを貯めていくと、どん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 町が大きくなって、そして町のレベルが上がります。でからこっち伸ばす方向によって、どん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 と、領土圏が広がります。なんでここ取ろうと思ったら、別にこっちの方にある、領土で町作らなくても普通にこっから伸ばせば取れるんですけど、最初やっぱりどっから取るか。まあプロデューションとプロデューションなりが多い、こっち取ろうかな。てか選択してと。これで領土が広がった。あと、まあもう一個取れたらクリスタルも取れるしね。
えらい分散してんな。あ、新しく作ったユニットが参戦したいのか。気がついてなかった。避けんな。終わってんな。8しかないのか。こっち行ってシールドバッシュ。クラッシングブロー、おじいちゃん強え。あかん、マジあかん。でももう向かうしかない。これでも囲み方もさ、その相手を挟むように囲んだらさらに防御力が落ちるとかしてくれたらな、よかったと思うんだけどな。あかん、あかんってマジで。全滅する、全滅する。ほんとマジ切れそうなんですけど。あかん、あかん、ミスったって今の。おじいちゃん、なんじゃねえ。フレームダート、おじいちゃんの援護にしたっけ。マジあの王様できる。届かん。あ、しかもおじいちゃん一発しか魔法使えへん。おじいちゃんのスキルが上がったら戦闘中に使えるスキル上がるんですけどね。これで死んでくれ。デトリバイト攻撃2倍、アニメーションしろって早く。うん、なんとか辛いところで防いだけど、新しく作った兵隊がもうゴミでさ。そりゃそうだよ、何もつけてないもん。じゃあ物を渡そう。エンチャントグローブを外して新しい兵隊につけます。これで下マシになったやろ。意味兵がいないから次こいつも滅ぼしとこう。なんでいろいろ来んな本当に。まあ早く、今のところ4人だから、あともう1人作りたい。じゃあ、ソルジャーかな。とりあえず兵隊増やさないと話にならないからな。あ、クラフティングできるって。何がインベントリ管理の上めんどくさい猫のシリーズ。うん、だからそこのところもうちょっとユーザーインターフェースなんとかならなかったのかなっていうのはやっぱあるよね、自分が思う分に。とレザーグローブ、さあ何エンチャントしようかな。序盤とにかく生きるようなやつが欲しい。ディフェンスアップベタなんだし、積極的に発言すれば変わるかもよ。いや変わった試しないもん。普段人にさ散々ね、アーリーアクセス中に皆さんどんどん意見出してくださいねって言っているんですけど、自分がその立場で言うと、いや変わった試しないしなっていう。
いや、エレメンタルホーレンチャンス、レジェンダリーヒーローズの時も、結構長いことテキスト書いたんだけど、全然通らなくて、まあ多分僕の英語はダメだからだと思うんですけど。いや、ほんとね、なんていうか、あ、まだベータだからいいかな、ベータだからいいかなっていうふうに思ってたら、なんか知らない間にそれが、それでいいやっていうふうにメーカーが勘違いしてて、なんかそのまま通っちゃったってケースがよくありますね。なんでここのメーカーも好きに作らせたらいいかなっていう形で考えています。あ、どうしよう、ヒットポイント増やしたいんだけんな、これでいっか、2ヒットポイント増えるし、あと1個つけれる。え、ちょっと待って、これって使ってなくなるもんじゃないんや、こないできるってことか。あ、これめっちゃ強いな、これめっちゃ強いぞ、思ったより。これちょっとめっちゃ強いんじゃん、これなくならへんねや、この書物って。へえ、マナポイント使うけど強いな。いや、マジで強いぞ、それちょっと強すぎひん。ただこいつはあかん、お前はあかん、戻れ。例えばこのグローブをエンチャントメントするんやけど、こうグローブをこのマジックポイントがあった防御力2回つけれるってことって結構でかない、これって。これにしてもそうだし、ほら、この書物ってめっちゃ強いんや。へえ。だってこれにさらにライトニングアタックもつけるってことやもんな。へえ。じゃあまずレザーグローブは、とりあえず防御力上げ、まあヒットポイント上げようか。防御力上げよう。2つ。けどこれマジックダード使われんからね。ターン終了。攻撃された。攻撃されへんようにするチェインメールつけてたはずやったのに、なんで攻撃されたかよくわかんない。あ、しかもこれゲーム止まったパターンじゃん、これ。反応がないんですけど。知ってる、これ止まったやつや。はい。止まったなう。止まったなう、これ。あ、よかった、動いた。安定してないの？いや、よかった、動いた。勘違いやった。勘違いやったと信じたい。さあ、問題は、とりあえずハウルして。でから兵隊が前に出て、ドン、うわ、めっちゃ強い、想像以上に強かった。ヒットポイント回復した、まあ、ちょっと回復したかな。あ、今度チェインブーツ作れるって。これあかんやろ。さっきちょっとびっくりするダメージでかかったですね。チェインブーツも3回つけるんやけど、まあさすがにもうマナいっぱいやしな。とはいえど物資を使うにしても、いやでも物資使わなあかんな、そろそろ。あんまマジックポイントばっかり使ってもな。あ、ネクターたくさんあるからヒットポイント増やすか、ちょっと雑に。まあヒットポイントが3程度増えてもなとかあるけんね。
敵が3回さっき動くんか。1体減らしとくか。デッドリバイト攻撃力2倍、さすがに死んやろ。よし、かゆかゆ。バックスイング、やった。炎と氷が合わさり最強に見えるダブルアクセで倒した。あの敵どっか湧いてけんのやろ、ほんまに。敵が何ぼでも湧いてくるんですけど。ヒーローのレベルが上がったんじゃよ。なんか適当にプンと。シャードアタッキングと、おー、そんなとこで面倒見切れんぞ。あのシャード壊れたな。おっ、よし、デッドリバイト減ってない、思ったより硬い。おじいちゃん、クラッシングブロー。ダメージでかすぎ。もうそろそろオート戦闘でやろ。やった、ノーダメージ。さあ問題はどっからの災いが来てるのかわからんな。あ、なるほどね。こっち側に敵の領土あるから、多分こっち側方位に何かおるってことか。もうそろそろオートセント勝てるやろ。あ、負けた。もうダメ、思ったのに。よし、誰も死んでない。そろそろ街拡張したんやけんな。もうこれでまあ周辺は何事もなくなるでしょう、きっと。量産敵おるの、ほんまに。なんぼほどおんねん。次ここか。ん？なんかドワーフがいるね。ドワーフエクスプローラー、なんだろう。ここ読みではシェードクリスタルあるわ。チャンピオンのレベルがアホみたいにさっさと上がる。ビーストハンター、ランダムビーストライヤー、なんだったっけこれ。ビースト確か中身に入るってやつだったような気がする。こういう時に英語すんなり読めるといいんだけんな。問題これでロジスティックがなくなったってことだ。ロジスティックがなくなると、これ以上兵隊が作れませんので、仕方なくそろそろ、街を拡大するためにガーデンを作りましょう。で、ガーデンを作ると、フードが増えます。で、フードが増えるとそれだけ早くレベルアップするっていう形になってます。多分ね。パイオニアを先に作るべきだったかなって感じはあったりもするけんね。この辺やったらノーダメージ倒せるやろ。なんだろ、ダメージ食らうね。まあ、死にはせんやろ。よしよし、誰も死んでない。
シャードアタック。次どこ？近いね。守らなくちゃいけないってことなんだね、きっと。さあ、5人目の仲間が手に入ったんで、じゃあ、がっつりとクラフティングしていきましょう。チェイン。チェストを作って。で、グローブも与えて。あ、スカウトリング作れるんだって。視界が広がるんだって。やった。これはヒーローだな。で、リングオブディフェンスも作っちゃうよ。さあ、あとはたくさん作ったんでエンチャンメントしていこう。なんかリングがやったらたくさんな。どうしよう、いざ付き合うと思ったらもうマジックポイントガンガン突っ込んで適当に作っちゃえって気持ちが増えてきた。じゃあグローブはちょっと火力上げよう。フィジカルアタックが増えるんだって。フィジカルアタックが増えるんだって。じゃあ、ついでにイニシアチブを上げよう。強すぎずなまし。ブーツは、まあ、ヒットポイント増やしたらいいかな。こういう時に、そのヒットポイント増やすとか、相当できればすごい楽なんだけど、こういうところに相当作らないってすごく腹立つのよね。で、ベータだからそのうちつくだろうと思ったら絶対つかないから、なんとかしなくちゃいかん。ダッジをあげよう。出ておりますな。うん、やっぱそのユーザーインターフェースっていうと、そのプレイヤーがゲームに触る唯一の部分だから、このプレイヤーがゲームを触ってるんじゃなくて、プレイヤーはユーザーインターフェースを介してゲームの世界に手を加えてるって形だから、このユーザーインターフェースがクソだとやっぱゲームの手触りがクソになっちゃうのよね。いくら見た目がいいなり、そのゲームの内部が素晴らしいなり、そのゲームの中に広がってる世界がすごいといえど、ユーザーインターフェースがダメだったらそれを全て堪能することできないのよ。または全て堪能しようすると、必要以上に労力がかかるので、ユーザーインターフェースはもう一番大事です。逆に言うと、そのエンドレスランナー系のゲームあるじゃないですか。そのいくらでもなんか適当なタイミングでボタンを押してボタンを押すだけのゲーム、まあフラッピーバードとかもそうだし、その終わりなくいつまでもなんか適当なタイミングでアクションし続けるゲームっていうエンドレスランナー系のゲームがあるんだけど、あれなんてユーザーインターフェースが優れてるのまさにその例で、ユーザーインターフェースとビジュアルだけ飯食えるのよ。ユーザーインターフェースが気持ちよかったらプレイヤーは気持ちいいって感じるからね。ユーザーインターフェースがクソの状態で気持ちいいって感じるかどうかってすごく難しくて、人を選ぶゲームっていうと大抵そのユーザーインターフェースがクソなんよ。ね、その人を選ぶゲームの最たるものがこのスタードックエンターテインメントってメーカーになってくるんだよね。いや、このゲーム好きですよ。す
すごい今更感するけど、このゲーム好きですよ。すごいな、なんか本当になんか お前今更何言ってんだっていう感じのなんか雑な。まあまあゲームに対して過剰に期待してダメだってことですよ。いやいや、そうじゃない、そうじゃない。うん。まあその辺で触ってきてやっぱどうしても不満に感じるっていうのはやっぱユーザーインターフェース足りてないってことか。まあ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 。まあちゃんとしなくちゃね。うん。まあこの放送を見て買おうと思う人がいるわけだから、あんまりこのゲームがいかにユーザーインターフェースがクソかって部分に関しては語るわけにいかなくて。さあいきなり買ったばかりのヒーローですけど、いきなり防御力22とかいうふざけたポイントがついてます。がっつりエンチャントメントしたわけですね。リングたくさんあるからガンガンリングつけてってもいいかなって思うんだけどね。じゃあそろそろヒーローに。信者なんですよね。そうです、信者です。この信者だから無条件に。エンドレススペースは配信見て買いました。あ、どうもありがとうございます。あれほんと面白いんでね。エンドレススペースもその辺ユーザーインターフェース優れてるから、割と単純なゲームでも、ゲームシステムでも受けてっていうのあると思うね。よいしょ。ゲームのシステムそのものは結構そのオールドスクールな、ほんとシンプルな攻撃ストラテジーなんだけど、ユーザーインターフェースが面白いから遊べるとこあると思う。むしろニューハーズビギンディスカバーなんだろう、こういうランダムイベントが発生するのが確か、あれだ、そのなんだったっけ、あれあれ思い出せない、AI ディレクターが関わってるらしい。なんか魔法覚えたっぽいね。じゃあコラージュ、コーラージュか。まあ、もうそろそろ死にはせんやろ。ボロ勝ちでした。ただ問題これじゃよ。とも腐るぐらい湧いてくんな本当に。まあ負けはせんやろ。またゲーム止まったで。少しお待ちください。ゲームがちょっと機嫌を損ねてしまったのでゲームが止まっております。これ次枠で終わりですね。ちなみに母親が遅い。もう1時回ってんのに帰ってこいって珍しいな。普段やったら11時ぐらいに帰ってくるのにな。ウイケナスから。そうですね、機嫌を損ねたんかもしれませんね。いやまあでも本当ユーザーインターフェース、なんとかしてほしい。これは本当に。次役始まった。少しお待ちくださいな。枠の移動をしております。でゲームがねまだね機嫌を損ねたままなんじゃよ。よし、あやっと済んだ。さあ思ったよりたくさん敵が出てきました。じゃあこの辺で、まあ、この辺でっていうかもうこれ勝てるだろさすがに。あ、まあ勝ったわ。
で、まだ敵やってくるって。うん、解消を続けとる。まあ防御力もガッツリ上がってるからね。ソルジャーがもうほとんどダメージ食らなくて、最初に主力だった狼がそろそろ足手まといになりつつある。うん、いくらでもちょっと連戦しすぎだからちょっと調子乗りました。あ、どうもこんばんはです。あとロジスティックを増やさないといけないんだけどな。あれ、アルケビストを作れば、ロジスティック3あるって。そうそう、よくよく考えたらロジスティックを増やさないといけないね。ロジスティック増やさない と、パイオニア作れないんだ。じゃあロジスティック増やさないとな。じゃあバラックを使って、リアクティブハングアップシステム搭載上。いや面白いゲームなんだけど、そのどうしてもやっぱその角が立っちゃうよ。うん、もう好きだから遊んでて面白いとは思うんだけど、やっぱりこのクソみたいなユーザーインターフェース、このクソみたいな文字の小ささとか合わせて、でエンドレススペースとかだったらこの辺であのテキスト内にフードとかあったら全部それが記号になってる、記号アイコンになってるんだよね。このフード、フィドスって形で、フードインダストリー、サイエンスダストって形全部アイコンになってるから、ただその僕英語読めないんですけど、英語読めなくてもプレイできるのよ。エンドレススペースはダストプラス 30% って形で書いてた、あーなるほどねって分かるんだけど、これだといちいちいちテキスト読んでかなきゃいけなくて、あれロアーって何だったっけとかいろいろめんどくさいんですよ、このゲームやると。まあそりゃいいや。じゃあ次バラック作ります。でまあご覧いただいた通り、最初は、かなりマナを、ガッツリと使います。そのソアセより退化しているスタードック、あ、そう、シンゾバソーラーエンパイアはね、スタードックじゃなくてですね、アイアンクラッドっていうメーカーが作ってるから違うんよ。販売はスタードックだからね。だからデミゴッドもユーザーインターフェース悪くなかったでしょ。あれはガスパーゲームズが作ってるから、ね、販売はスタードックエンターテイメントなんだけど。会話をしよう。あ、会話した。ドワーフレスキュー、フローズンレアブ、助けてくれって言ってるらしい。これ、例えばそのネガティブか、イエスかノーかの判断を、もうちょっと色でつけてほしいと思うんだけどね。are you kind as, short, because, これどっち選んだらいいと思う？これよくわかんないんだけど。ドワーフ、フローズデアム、レアルム、we have come into the, the same, region to, find out, happened to our kinder. で、誰がお前の知り合いだってって言ってる。で、もし、あなたのカインダーが、あなたのカインダーは知り合い、近くですか？近くなら、これどっち？こっちでいいや。選択肢が出てきた。助けて！オーディエンス！オーディエンス！ただ問題が、このオーディエンス呼んでも、この文字の小ささとか分かんない。じゃあ上で。この文字の小ささとか、小さすぎて分かんないと思うんだよね。上で、ドワーフレスキューが入ったらしい。ドーンって文字ずれてんだ。デフィートユアセルフ、フロム、ドアベンアタック。ちょっと待って、ちょっと待って、思ったより多い。あかーん、リバイト死ぬか。
沈まん。どうやらあのドワーフは追われてるっぽかったんかな。あ、死な、ドワーフ勝った。わお、生きてくれ。ドワーフ足遅いっぽいね。狼生きて、あがんかった、間に合えへんかった、よかった大将、クラッシングブロドスーン。あ、とりあえず欠員が一人できたんで、ロジスティックの問題解消されました。ドワーフを助けたよ。これで、We have to keep our Garner、Don't down I Greece。で、フローズンレアムズ、レアル、フローズンレアルムっていうのが、今忙しい、あと25日までっていうふうに言ってる。なんだろう、あれ、なんかミッション成功したのかな。まあいいや。あ、マチのレベルが上がりました。ディスティンソーサラッキング、ペイントダイ、デスティニーウィズザソーサラッキングプレッシャートゥダイ、メッセージフロム、フローズンレアム、嫌われたっぽいかな。うん、まあいいや。まあ、あの手の選択肢もですね、まあ100回ぐらいはですね、そのうち何選べばいいかと分かるようになりますよ。どうせ100回やるゲームですから。じゃあそろそろ話を進めたいんで、パイオニア、を、作っちゃいましょう。さあ、パイオニアができました。これで、
町の予定地まで、運んでいって、なんかイベントあるよ、オフコース、ルームズでカウンターがちょっと減った。よかったよかった。これなんだったっけ、お敵や。まず一番離してハウルを唱えて、あと自動戦闘でいいや。お、なんかミッション達成してドゥームステイカウンター減ったんでよかったね。問題はこれや。だからどっから敵湧いてきてんだ本当に。一応自分の領土に入ってダメージ食らってるみたいなんだけどね。もう早く消えてなくなってほしいなと。さあようやくここでゲームの話ができる。あれ？セトルできんのか？あ、6タイル離れなあかんって形書いてんな。これでセトルできるから。おっしゃと。これで新しい街が、できました。まあ、このような形でですね、街から、6タイル離れたところで、6タイル離れて、そこの、町が作れる場所という形でフードなりが表示されているので、そこまで町持ってってで、町を、作ると徐々に、ロジスティックが増えていく。でロジスティックが増えれば、大軍が確保できるという形ですね。まあ、あと正直言うと、まあ、ちょっとスカウトが欲しいなところありますね。まだまだどんどん探さなきゃいけないところありますから。でそれとは別にパイオニアは、アウトポストという形でちょっとデータをロードする形でちょっとアウトポストを作ってみよう。シェードダメージ食らってるって、ダメージ食らってるからちょっとずつ破壊されていってますね。しゃあないね、守れへんあんなとこまで。なので早く自分の領土にしていかないといつまでたってもシャード、エレメンタルシャードが破壊されてしまうから、早く自分の領土にしていかないといけないですね。先ほどは町を作りましたけど、今度はアウトポストを作ります。アウトポストは、まあ、エレメンタルホーレーエンチャント、レジェンダリーヒーローズもあったんですけど、まあ、簡単に言うと文化圏だけを作るっていうもんですね。でアウトポストを作ると自動的に道路が引かれます。エレメンタルホーレーエンチャント、レジェンダリーヒーローズではこのアウトポスト
を作った時点で道路を引くっていうテクノロジーは随分後、まあ、中盤以降のテクノロジーになりましたが、このゲームではもともとテクノロジーがすで、に開発され尽くしている状態なんで、アウトポストを作った時点で、立派に立派に、道路を作ってくれます。なのでパイオニアはほとんど道路を引くっていう目的がすごく大きいですね。道路を引いて、生産拠点からどん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 前に出せるっていう部分がありますので、でアウトポストができたことによって、ロジスティックが増えないといけないんだけど、まあ文化圏が、広がるので、そのおかげでですね、シャードを、入手することができるようにできるようになります。のでアウトポストは文化圏を広げて、文化圏を広げたことによって、このシャードなり、リソースを、取っていけるんですけど、そのためにロジスティックが必要で、ロジスティックは街を作って街の人口をどんどん増やしていって、街のレベルを上げるとともに、このバラックなりを作っていくことによってロジスティックを得ていく形になります。でそのような形で、王様が手に入る魔法力をどんどん増やしていって、マナをたくさん使って強力な魔法を使ったり、マナをたくさん使ってですね、クラフティングでどん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 、チートみたいな、性能を上げていったり、強力な魔法を覚えていくことができますという形で、まあ、エレメンタル法令エンチャントしてレジェンダリーヒーローズよりは、まあ、割とシンプルになった分、うまくこのそうですね、エレメンタル法令エンチャントしてレジェンダリーヒーローズ、さらにここから国を拡大していく競争があるわけなんですけど、このゲームでいうと、まあ、ファンタジーのロールプレインゲームという形で、あくまでも、プレイヤーじゃなくて主人公はこっちの方々で、この方々を補佐するために街があるっていう風な、意味合いが強くなってますので、まあ、随分遊びやすくなったと思います。エレメンタルホーレンちゃんとしてレジェンダリーヒーローズの方はこっちの方が服で、街の成長が主っていうところで、ちょっ と、ファンタジーの、RPG 慣れてる人がちょっと難しいなと思われた部分もあったと思うんですけど、こっちは逆にもともとこういう主人公がいて、ね、主人公がいて、で、主人公をサポートするって形で街を育っていくって形だから、こっちがおまけになってるっていうところで考えると、結構プレイしやすくなったかなと思います。でゲームは、一応、まあ、AI ウォーみたいにですね、 AI ウォーの AI プログレス同様に、ドゥームズデイカウンターって使って、こいつが全部にいっぱいになっちゃうとゲームに敗北するっていう風な作りになってるんだけど、そっちのこのドゥームズデイカウンターをどれだけ減らすかっていう部分に注力していきながら、まあ、たまたま AI ディレクターなり AI 脚本家が、ランダムミッションを出していくのに、そいつを答えていくことによって、いろいろと恩恵を得たり、ゲームがより荒れたり、ゲームが荒れすぎてるところをちょっと直してくれたりって形で調整入れてくれると信じたいというゲームが、こちらソーサラーキングという、ゲームの方になってます。まあベータ3まではだいぶちょっと辛かったかなと思うけど、ベータ4で、エンチャントがついたおかげでですね、随分と、簡単にキャラクターを強化できるようになったので、だいぶ遊びやすくなったかなと思います。でこちらのゲームただいま、アーリーアクセス中なんですが、一応予定では3月ぐらいにリリースしたような覚えがあるのでですね、興味が、ありましたらですね、Steam の方でも売ってますし、スタードックの方の公式サイトの方でも売ってますので、興味がありましたら、まあ、ご購入いただければ嬉しく思うところでございます。で、まあ、最後にこのゲームの、特徴をもう一度、おさらいでお伝えしましょう。この、ロード・オブ・ザ・リングのサウロンなりですね、ドリフターズの国王様みたいな形の、この後ろに控えているこの黒い方が、ソーサラーキングになってます、まあ、悪の魔法使いです。でその方々を倒すの、かの者を倒すべく立ち上がった光の群星 VS 闇の群星という形で、光の群星はプレイヤー側、闇の群星は AI という形でロールプレインゲームの、作りそのままになってます。で4X ストラテジーの手法を使ったロールプレインゲームになっておりますが、どちらかというとエレメンタルフォーレンチャンスレジェンダリーヒーローズと比べてより一人用の、ロールプレインゲームに近い作りになってます。ぶっちゃけて言うとさ、これがエレメンタルフォーレンチャントレスの、キャンペーンモードだったらね、エレメンタルフォーレンチャントレス2倍売れたと思うし、今のこのソーサラーキングのビジュアル
言ったらその金管エンジンバージョン2のバージョン、さらに改良型があればですね、もっとエレメンタルフォーレンジャーズレジェンダリーヒーローズ売れたと思うし、早くエレメンタルフォーレンジャーズレジェンダリーヒーローズバージョン 2.0 にしてくれって言いたいんだけど、まあ、それは置いといて、4X ストラテジーの手法を使って遊ぶ、ファンタジーのロールプレイングゲームがこちらソーサラーキングという形になってます。ゲームが止まったら青かと動いてる。で、最大の特徴はマップが毎クエン毎ゲーム、自動生成されるという点です。もちろん、もともと決まったマップっていうのはあるんですけど、この間具合で毎回毎回です。先ほど と、ゲームと全然違った、マップが楽しめる形になってます。まあ、この辺の部分がランダム生成されてるので、あのランダム生成じゃないマップの部分はこの辺が綺麗なんですけど、ランダム生成しちゃうとこういう風にいろいろとまあモザイクタイルになってしまうところありますけど、まあその辺はご愛嬌ということでお楽しみください。でタイニーでプレイすれば大体 2,3 時間ぐらい、手早くやればプレイができる、ゲームが終わるって形になってるので割と、短いロールプレイングとしても遊べますし、逆に、長いロールプレイングとして遊ぶことも可能です。マップサイズをでかくすればね。でまあ 4X ストラテジーって言うと、みんながみんなマルチプレイしてるってわけじゃなくて、どちらかというとシングルプレイの方がメインだからさ、じゃあもうシングルプレイにもう注力して、あのファンタジーのそのシングルプレイに、特化したのが、こちらソーサラーキングの、作りになってます。まあ逆に AIO に近いですね。 AIO ももともとそれと同じような考えで、どうせマルチプレイのゲームなんてそうそう 4X でマルチプレイなんてそうそうやんないんだから、じゃあもうシングルプレイに特化して作ればいいじゃんって形で作られたのが AIO になってます。それと同様にシングルプレイに特化した 4X ストラテジーのメソッドを使ったファンタジーの、RPG になってますので、興味がございましたらですね、お買い上げいただければ嬉しく思うところでございます。それでは本日はこの辺で、ゲームの紹介を終了させていただきます。発売は確か3月ぐらいだったと思うんで、ご期待いただければ嬉しく思うところでございます。それでは動画の方をこれにて終了させていただきます。